今日の大川着物チャンネルは普段のねあの着物に半幅でちょっと大人っぽい感じでね包んでみたいと思うんですけども、用意するものは半幅なんですけど、これはちょっと長めです。4メーター以上あると思います。で、あの皆さんあのお手持ちの帯で長めの帯があればそれを使ってください。あと帯揚げ1本と着物クリップ、それとゴムですね。3本ぐらい。で、今日のこの着物はあの紡ぎなんですけども、私事ですが、私の母が着てた着物なんですけども、まあちょっと雪が私のが長いので雪をな直したり、まあちょっと寸法を直したりするときに、はっかけもちょっと変えてみましたわ。こういうちょっとぼかしのね、こんなの入れてみてイメージが変わるかなと思って仕立て直したものなんですけど、かれこれ100年ぐらいになるかと思いますけど、あのそんなお着物でもまたあの新品のようにね、あのはっかけ変えたりなんかするのも楽しいです。襟を変えたりするのも、まあ、こんな感じので結んでみたいと思います。最後までご覧ください。じゃあこんな感じで出来上がりました。小物でもいいですし、今日は紡ぎですけどね、まあ、この羽があのこうおぶんこのようにならないようにするのがコツです。まあ、お太鼓のような感じでちょっと背中についてもあの崩れませんしね。でお出かけした時は安心です。まあ、私も今日はこの帯結びをやってますので、ちょっとあの、まあ、コーディネートが変わるとねこんなに違いますっていうのをちょっと見ていただこうかと思うんですけど、あのこんな感じでね。で、まあ、ご自分のお手持ちのねあのいろんなのでこうカラーコーディネートちゃんとした上でやってみると楽しいです。またあの楽しい帯結びもね、あの普段着もやりますし、振り袖のもやりますし、訪問着のもちょっと変わり結びもやっていきたいと思いますので、まあ、よろしかったら次の動画でまたお会いしましょう。